水平線が光る朝にあなたの希望が崩れ落ちて風に飛ばされるかけらに誰かが綺麗とつぶやいてる。せーの、エマのバイブス届けたい。長山ボーカルスクール校長の竹葉でスイ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 講師のアリでスイ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 ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとありがとうございます。はい、では、はい、今日はアリのリクエストでございます。はい、はい、まあいいね、いい曲ですね。のね、はい、あのネタはあの後で出てますので、はい、よろしくお願いします。じゃあいつものやついきます。せーの、はい、しゃくり A、B と、これ上しゃくりとね、フェイクが、はい、これでも絶対にこの人の癖だと思うんだけど、はい、そう、あのね、法則がちょっと見出せんくって、とりあえず3つの音があるやつは、フェイク。2つの音だけだったら上しゃくりにしといた。なるほど、なるほど。多分ね、音程とか、歌詞の母音とかで絶対前後の関係上で2個になったり1個になったりすると思うんだけど。でも多分癖ってことですね。そうそうそう。で、ちょっとそこまでね、分析できんかったんだろう。もういいと思って。まあ、とにかくコロコロ回ってるんですね。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。すごい。で、ブレスして、あとファルセとかまちょこっとあるのと、うん、はい、この人あんまりビブラートしないから。確かに。うん、しかもビブラートって結構細かくないですか？細かい、そうそうそう。そうですよね。うん。で、みたいな感じが、やっぱりいいかな。なるほど、なるほど。うん。なんか小林武史さんがあんまりビブラート好まんよね。あの人これ小林武史さんの曲なんですか？じゃあ、てかバックナンバーは小林武史さんじゃん。え、そうなんですか？あ、知らなかったです。そうなんだ、うん。だから売れるんだよ。え、すごいですね、やっぱり。そうそう。全然違うもん、やっぱり。あ、そうか。あ、そう。知らなかった。そうか。だから、ミスチルぐらいじゃん。で、とかやるのは。あとは、だって、ね、本当にマイラバとかも全部みんなビブラートそんなにでしょ。うんうん、確かに確かに。なんかガーって歌う人おらんじゃん。歌わないですね。花水木も小林武史さん。うん、そう。本当は、うん、人通りもそうか。そう。へえ、そうか。なんかお世辞でもうまいっていうわけではないじゃん。うん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 、だけど声質はみんなわかるじゃん、やっぱり。そうですね。うん、それが好みなんですかね、そう、そう。うん、だと思う。なるほど、ね。だってあれもそうだ、レミオロメンもそうだ。あ、なんかちょっと、なんか分かってきた。そうでしょう。なるほど、うん。なるほど。そうなのよ。で、うちの生徒も、はい、ウーロン社、レミオロメンに、と同じところいたんだよ。小林武史さんのところ。ウーロン社って言うんだけど、へ、小林武史さんのところね。そう。で、そこにいたんだけど、はい、やっぱりこういう歌い方だった。あ、本当ですか？そう、声はすごいいいのよ。へ、だけど、すごい上手いわけでもない。うん。で、そうやって、ディレクションされたっていう感じなんですか？もう、歌い方はそのままでいいよって。ああ、そうなんですね。もう、曲はもう、思いっきりも、いいなぁ。アリー書いてくれんかなぁ。書いたやつをアレンジするんだからね、小林武史さん。あ、そうか。一応ね、まあ、自分で180度違うらしい。あ、そっか。俺ってなったって言ってた。あ、そうなんですか。うん、じゃあもう最初から書いてくれた方がいいですよね。一番具材は欲しいんですか、ね、具材は欲しいんだと思う。あ、そっか。01が一番大変だから。ですよね。ですよね。なんか、あ、そっか。でも書いてほしいな。そうだね。で、あと、あ、じゃあ、もういいか。ファルセットはちょっとだけあるのね。そうですね。では、行きましょう。はい。最初のところ、せーの。はい。おい、できる、だね。はい、だけ、嘘、そう、だね。そう。そう。はないよ、鬼。でも、ビブラートなし。なあ。うん。どんな時も、だね。もう思いっきりひっくり返して、これ。おからですね。時も、だね、うん。うん。優しく、ですって。優しく。そう。荒れるように、ように。そう、これ3つの方だ。なるほど。うん。れるよじゃなかったもん。あー、確かに。荒れるように、でしょ。やっぱりね。にーってまた切って、人が痛みを、
だね、うん、感じた時にはだねですって、うん、自分のは普通にビブラートしてた、うん、ことを、ね、そうこれがっつり変えた方がかっこいい、うんうん、のように思えるようにように、うん、あ、ビブっちゃうビブっちゃうね。ビブっちゃいますね。そう。ビブっちゃうんだわ、私たち。ですよ。そうそうそう。ではこれ歌ってみます。はい。せーの。できるだけ嘘はないように、どんな時も優しく荒れるように、人が痛みを感じた時には、自分のことのように思えるように。いやー。なんかできるだけ嘘はないようにってなんかすごいね。いいですよね。なんか、うん、本当に私さっきのコロナのあれを聞いてからこれ聞くとちょっとグッときちゃうんですよね。うん、本当だね。あ、ちょっとあれだなぁ。いいね。いいですね。で、じゃあ2番ね。これ、B メロか。B メロまたいいね。これいいですね。あれ聞いちゃうとね。そうなんです。あ、ね、なぁって思います。ね、本当に。じゃあ B メロ、せーの。はい。じゃあ、ただね。はい、ただし、上から。さを吸って、別の、で、B、ただしさで、だね。うん。なくす悲しみにもか出会うけれど、いや避けられないこともありますよ、ね、本当だね。いやもうグッときちゃう。正しさを別の正しさだってすごいな。すげえな。いやーねー、浮気野郎だけどそうなんですよ。お前もバックナンバーしちゃうぞみたいな。うまいこと言うじゃないですか。めちゃくちゃ面白い。よくわからんけど、とりあえずディスってる。なんか、悪口っぽくないけど、なんか言われている気がするみたいな。そう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 。やっぱりディスってるのに可愛い。よし、じゃあ B メロ行きましょうか。はい。せーの。正しさを別の正しさでなくす悲しみにも出会うけれど、うわ、よくビブラートせずにいられますね、語尾。そうね。必死。頑張れって思う。もうとか絶対行きたくないですよね。うわ、むずい。そうね、はい。じゃあサビ行きましょう。せーの。はい。はい、水平だね。これでもすごい細かいのが大変しかない。水平線が光る朝にだね。あなたの希望が崩れ落ちて。うん、このまんま息吸わずに風に飛ばされるかけらになんだけど。結構きついです。きついと思う。うん。うん。私どうやって歌うかな。あなたの希望が崩れ落ちてか。いやー、いやー、いやー、するとこないですよね。落ちて、ってなるよね。あなたの希望が崩れ落ちて、風に。いやー、リズム遅れそうですもんね。そうね。これ頑張って、一発吸ってください。そうですね。光る朝2の後ね。大息ですね。うん、大息だね。大V だね。はい。うん。で、かけらにデビブラートして、誰かが綺麗とつぶやいてる、だね。で、また、悲しい声で歌いながら、だね、らーってちょっとクリッてしてたと思う。らー。そうそう。で、いつしかの、これ、いつしかじゃなくて、しかね。いつし、そうそう、また無声音ね。いつしか海に流れ着いて、光って、これもビブラートなの。これ絶対揺れたいですよね。なるよね。むずいな。で、あなたはそれを見るでしょう。でも、おーじゃないんだわ。多分細かくですか？見るでしょう。私だったら見るでしょうって言っちゃう。あー、そうですね。まっすぐビブラートってことですね、これは。そう。確かに確かに。じゃあサビ行ってみましょう。はい。せーの。水平線が光る朝にあなたの希望が崩れ落ちて
風に飛ばされるかけらに誰かが綺麗とつぶやいてる悲しい声で歌いながらいつしか海に流れ着いて光ってあなたはそれを見るでしょう。イエーイ、OK ですね。釣られません？釣られる。あ、こっちね。気持ちいきません？行く。なななな。なな音が。そうそう。すごい。多分ここも聞こえてるだろうね。あ、ですよね。うん、隣でね、レッスンルームでレッスンしてます、ね。しかもね、こうイヤホン聞いてたら余計惑わされると思う。確かにもう、なので、心強くなる練習ですよね。そうそうそう。なので、イヤホン外すことを推奨します。聞こえすぎちゃうね。うん、聞こえすぎる。そうですね。ってなる。なるほど。じゃあ、つるっといきましょう。はい。でから3。はい。できるだけ嘘はないように、どんな時も優しく荒れるように、人が痛みを感じた時には、自分のことのように思えるように、正しさを別の正しさで、なくす悲しみにも出会うけれど、水平線が光る朝にあなたの希望が崩れ落ちて風に飛ばされるかけらに誰かが綺麗とつぶやいてる悲しい声で歌いながらいつしか海に流れ着いて光ってあなたはそれを見るでしょう。すごい集中力あざっすすごいな感じでございますよ。いい歌です。本当にね、いい歌でございますけれども、皆さんぜひぜひこれを、さっきね、アッコとも喋ってたけど、この水平線はうちの息子と初ハモリの曲で、はい、言ってましたね。うんうん、そう、そうハモリとは、うん、あ、やはり訓練が必要だという結果に落ち着いたということです。そういうことです。はい、だからね、やっぱりハモりたい人はハモりの練習を何回するかによって、やっぱり上達度が変わるから、うん、水平線とかね、すごいこうコーラスしやすいから、うん、なんか二人でどっちかコーラスの役して、で、また変わってとか言って練習するといいかなと思うけどね。あれ一人で練習できるもんなんですか？なかなかちょっと正語がわからんまま うん、やりかねないじゃないですか。そう。やっぱ最初、やっぱこう聞いてもらった方がいい。してください。そう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 。やらしいかも。いやでも本当そうですよね。多分音程とかそっち系の練習はやっぱり、ちょっと相手がいりますよね。そう。みんなさ、結構さ、やっぱりボイトレなんか予約するのすごい、なんか、ね、ドキドキするんですって言うけど、うん、もう本当にマジで気軽に、あ、そうそうそうです。そう、予約とかも、ま、本当に簡単にできるし、うん、あとね、オンラインも何気に全然しんどくないから、うん、そう、本当、そうそう、さらっと、なんかね、なんか買い物するぐらいなイメージで、ね、ちゅるんとカートに入れてもらえれば。カートに入れた。カートに入れてもらえれば。そうそう、カートに入れてもらえれば。うん、気軽に、そんなハードル高いものでは全然ないですもんね。そう、本当にそう。うん。一般の人たちが受け入れるからこそ、うん。うん、いいからさ、やっぱ私たちがね、うん、先生やってる意味があるので。いや、本当に。うんうんうん、うん。楽しいですよ。そうですよね。本当に。やっぱ結局歌えるのが、いいですよね、うん。そうですね。なんか、なんか なんかやらしさでもそう、やっぱりいいよ、モテるもん。そうですね、うん、そりゃそうだよ、うん、なんか、うん、なんか本当に単純に私最初始めた時も楽しくて夢中でしたもん ね、 だね、楽しかった、うん、何してても楽しかったですね。そう、まあ、ただその自分との戦いなんで悔しいこともいっぱいありましたけど、まあ、それはそうだ、まあ、でもなんかそれが上手くなるあれだったりしますもんね、うんうん、クソみたいな。本当にそうそうそう。うん、私も何クソだったもんな、うん。何クソってでも大事ですよ、ね。大事大事大事。そうそう。やっぱパワーになるんでね。うんうん、本当そう思いますので。いつでございます。最近これだったり。これだったり。やばい。
今日やばいですね。本当だね。今日はちょっとヤンキーになったということで。今日ヤンキーです。はい。ということで、この動画が気に入ってくださった方は、いいねボタンと、チャンネル登録と、ベルマークをお願いします。危なかった。やばい。はい。ということで、じゃあまたね、次回何にするかはね、そうですね。にしてもらって。はい。はい。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。せーの、ダーバイバーイ。はい。はい。じゃあ2個目ですね。これさっきもうびっくりするぐらい喋ったから、そうですね。結構お腹いっぱいだよ。いろんなところに話が発生して、そうね。タバコの吸い方を、の、この形のことすら言ってるっていう。非常にすごい、ね。うん、なので、まあ、あのね、もうちょっとロングな、そうですね。あの、ものを見たい方は、思春期の方。思春期の方ですね。うん、そうですね、うん。今日は日本撮りだ。まあまあ、くだらないことしか話してないんですけど、ね。そうね。やっぱりね、一週間、まあだから2週間ぶりってことだよね。あ、そうですね。あ、そうですね。一週空いたんで、2週間ぶりだと。そうなるとさ、やっぱり。そう、2週間空いてるから、話すネタが溜まったっていうわけのネタの感じではないですけどね。本当だ。そう。近況報告会とかでは全くないですけど。あ、本当だね。本当、もう。喋りが。ちょっと今日、私、ま、これも一応調べてきました。今やってるのは、バックナンバーの水平線ですね。うんうんうん、これ私のあれです。広報局ですね。うんうん、YouTube で公開した、この水平線が、中止になった令和2年度のインターハイ応援ソングに決定しているそうです、これは。そのコロナで、中止になってしまった。あ、その頃なんだ。そうです。この曲は新型コロナウイルスの影響でインターハイが史上初めて中止となり、その運営を担当する高校生たちからバックナンバーに手紙が届いたことがきっかけで制作された楽曲だそうです。って思うとなんか、それを聞いた後にこれを見るとちょっとグッときちゃいました、私。あ、そうか。あなたの希望が来る。そうなんですよ、そうなんですよ。あ、そういうことか。ちょっとグッときますよね、これ。これ、水平線って何を思ってたんだろう、この曲で。ずっとあんまり分からずにいたんですよ。ああ、そうね。そうなんですよ。なんか恋愛でもないし、なんだろう、誰かの応援歌かなと思ってたら、そういうことでした。はあ。インターハイ応援ソングを届けたいという旨が発表されたということ。あ、でも、まあ、ダメだ。公式じゃないってこと？公式、これについて、インターハイの実行委員でもある、群馬県教育委員会、全国高校総体推進室室長より、コメントが届き、同曲を今年のインターハイの応援ソングとして全国に届けたいという旨が発表された。なんで、一応このインターハイ。公式なんだ。ですよね。はー、すごいね。すごいですね。なんか、思いって届くんですね。うん、そうね。そうですね。素敵。なんか、まあそういうのをやろうって、運営の、なんていうの、実行委員会の子たちがなんか声を上げてくれたんだろうね。そうでしょうね。だって、悔しかったでしょうね。練習して、練習して。で、それ終わったらね、普通に勉強頑張ろうって思ってるから。そうですよ。まあ、ワンチャン1年、2年生、違うか、はあるかもしれない。次。3年生は、もう最後だったかもしれないと思うと。いや、それはちょっと本当に、ね、次がないわけじゃないですか。そうね。いや、その思いたるや、想像しただけで、鳥肌立っちゃいますもん。うん、で、結局今思えばさ、あれ何だったんだよね。本当ですね。すごい、切ない期間でしたね。切なかったね。切なかったですね。すごい、あんなに長引くとも思わなかったし。うん、私、自分の人生であんなに行動を誰かに制限されることが、ないじゃないですか。なかったね。だから、家出ちゃいけないとか、まあ、仕事でワンチャン外出ても誰もいなかったとか。そうね。なんか切なかったな。結局でも、あれ、あんこもかからんかったんだっけ？生き残りです。だよね。はあ、結局、うち誰もかかってない。あ、本当ですか？あ、すごい。そう、だって安藤もかかってないでしょ？安藤さんはもうなんか不死身ない。あいつこの前熱中症で死にそうになっとったんだよ。え、そう、マジで。そうなんですか？高熱出て。相変わらず夜冷房切って寝とったら。なんで強っ。もうさ、ジジイだからさ、感覚が。だからさ、もう暑いって思ってないんだよ、もう。それはジジイじゃなくても老、
老人までぶっ飛んでますけどね。すごいですね。で、試合で熱中症になってるんですか？そう。で、朝起きたらもう寒気だったって。え、熱中症って寒気になるんですか？寒気でもう、だって熱とかやばいんだもん、もう。あら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 。やばかったですね。やばかった。本当に救急車呼ぼうと思ったって、あの子は。あ、本当ですか？相当だよ。死を意識したぐらい。で、熱中症だったって分かったんですか？そうそう。うん。暑いって自覚はなかったんですか？ないない。だって、あれじゃん。その脱水症状ってさ、寝てる間になっちゃうから。怖い。気をつけよう。一人暮らしとかって本当皆さん気をつけなきゃいけない、ね。そうだよ。だから本当に、あかんってずっと言ってたのにさ。なんでですかね。別に平気だったんですかね、自分としては。うん。うん、みたいな。暑さ強いんだ。そうそう。まあでも、やっぱ若い時とは違うっていうのがあるんでしょうね。うん、そう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 。本当に。だから、うん、まあ、でも結局だからコロナ、本当に。誰もおらん。すごいですね。うん、強い。ね。あんなにコロナコロナ言うててね。誰もかからんって、ね。そうですね。すごい、ね。でもやっぱコロナの後遺症はね、なんか怖いなーっていう風になってる生徒とかも結構いるんで。いや、いいもん。そうですね。去年、後遺症がひどくて、1回復活したけどまた入院とかって2回入院して、その子は結構あのメンタルの方に出ちゃって、ああ精神な、めちゃめちゃ1回入院して、で退院した時に1回だけレッスン来れた時に、うん、いや明らかにこれやばいぞって思ったらすぐもう入院だったんで、あ、やっぱりやばかったんだあの時と、もうなんか言ってることもいつもと違いますし、歌歌って泣いちゃうし、へー、もう大丈夫かな、本当に崩壊だね。本当に崩壊しちゃってて、だから、うん、それはもう、入院ぐらいだからそれは大変ですよね。うんうん、でも、すっごい顔色も良くなって今全然通ってくれてますけど、心配になりますよね、それ見ちゃうと。やばいね。やばかった。あれは怖かったですね。本当ね、精神は本当に、何がね、その後に起こるか分からんから、もう、万病のもとだよね。いや、もう本当に。精神はね、で、見かけ分かんないから。分かんないんですよ。ただ普段接してたんで言動の違いに気づいたんで私は良かったですけど、泣きながら帰っていったもんだな、うほほほ、いや大変ですよ、そうだよね、そうか、まだちょっとなんかポツポツありますしね、未だにコロナなった、いやだってちょっと流行ったじゃん、ちょっと前 ありましたね、うん、夏に結構バタ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 ってコロナになってまったってなんかすごい言われた気がする、うん、でなんか私調べですけど、私調べでコロナの後遺症が重症化してる子たちって、大概、寝不足の状態とか、疲れてる状態で、免疫が下がってる時にかかった子が、やばい目に遭ってます。だから皆さん、睡眠大事。やばいね。本当に、この間も別の子で入院した子は、まあコロナが因果関係あったか分かんないですけど、結局その状態で、熱出ちゃって、うん、なんか薬飲んだらアナフィラキシーになっちゃって、バーもう腫れちゃって、ここも腫れちゃって、で入院即点滴で2週間なってたんで、いや本当に怖いね。その子もちょっと仕事がいろいろあって寝ずにやってたんですよ。本当そうなんですよ。先生寝てくださいね。ガッツリ寝てるよ今だからいいのかもしれんね。なんかガッツリ寝させてもらってたからこれ良かったかもしれんけど、もっと若い時にコロナなってたらちょっと私なってたかもしれんね。ですよね。その元気があるんで若い時は、うん、寝てなくてもできてたんでしょうけど、免疫とか絶対体力が下がってるんで、そうね。その時にガッツリなってると、いやいや絶対やばかったと思います。でもそりゃそうだよね。なんか看護師さんとか、うん、あとほらあれなんだっけ、工場のさ、レーン作業の。夜勤とかの人ですか？そう、うん、参考体とかさ。あ、大変そうですよね。ああいう子たち結構そういえばなってたな。そうなんですよ。で、夜勤系は、日勤、夜勤とかって繰り返してるのって本当大変そうですよね。うん、体がやばそうですし、大変だよね。夜寝ないと白髪が増えるって言われます。ああ、まあそうだよね。うん、いやー、もうやっぱ私、トヨタの膝元の出身だから、ね、でも言えないもんな、そんな。まあそうですね。それでね、食わしてるし、しかもね、残業代とかもさ、残業代で、
家のローンも払ってるとかさ、ほんとみんなそうだからさ、いいお給料はやっぱいただけるみたいですしね。だからまあその体調管理がもう本当に死ぬほど、そうね、若いからとか関係ないですもんね。うん、もう本当に目の当たりにしてると、私も本当に合計3人はもうその状況で、みんなその状況、睡眠不足、疲れ重なってる時にこうっていう感じだったんで、本当にちょっとガチでガチで、ガチで皆さん、ね、しっかり寝てお休みください。うん、やっぱなんか本当コロナでね、自分の生き方とかをさ、うん、もう一回見直してる人多いしさ、そうですね、うん、で早めに結婚する人も多くなったし、うん、そうなんですか、うん、だってほら、有名人みんなそうじゃん。あ、まあ確かに。コロナ禍、結婚とか。うん。ああ。多くなった。なんかこうね、キャリアを積んでからとかじゃなくて、もうなんかもう結婚しちゃえばいいじゃんみたいな。結婚してからやればいいじゃんみたいな感じになってる、ね。なるほど。あら、じゃあこれで、なんかベビーブームとか来るんですかね。うん、だって人間は足りんもん。あ、そうか。で、しかも一人でいいでしょ。そうですね。一人でいいくったらもうそれで二分の一だもんね。半分なの。まあまあもうちょっとこう、こうなりますよね。そう。そっか。じゃあ今、埋める人は本当に宝ですね。そうそう。本当昨日さ、親戚と会ったけどさ、うん、その子、私の二つ下か一個下かなんかだけど、うん、四人いるからね。あ、すごーい。全員女だけど。それもまたすごいですね。女、女、双子女だからね。あ最後に双子ってなるのはびっくりしたでしょうね。うん。すごいと思う。宝だなー。そう、すごいですね。いやー、もう一人も産んでないんでちょっと申し訳ないです、ね。でも多いよ。しょうが。産んでない子もおる。まあ、そうですね。うん、まあ。いや、まだだって。まだいけますかね。まだでしょ。だって、私で4インチだから。4インチ。ああ、4インチでギリだから。ああ、4インチ。どう ?40 ぐらいまではまあギリかな。でも42、3とかになるともうすっごいパーセンテージになるよね。そうですよね。うん、だから40、41で産もうと思うと、そろそろじゃないですか。そろそろもう相手決めて動き出さないと。いらん、相手いらんし。え、じゃあ、ポーンですか？できちゃった。やっちゃった、できちゃった。みんなで一緒に子育てしてくれますか？できる一人で。まだね、みんなが元気な間は。大丈夫ですかね、うん、意外にね、名古屋は特にね、すごいと思うよ、あの行政が。ああ、本当ですか。うん、そっか。だって、医療費全部ただだしさ。あ、まあ、すごいですよね。うん、そんなに言うても金かからんに。本当ですか、うん、スクールに転がしといてもいいですか。うん、全然、いや、いい、転がしといて。あ、全然もうここで。オーギャー、オーギャー、オーギャー、オーギャーって。もっと裏で。あ、いいですね。もっと乗り場後ろで。そうそうそう。あと抱っこしながら弾けばいいじゃん。いいですね。そうそうそう。ごめんねー。そう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 。負けないぐらい大きい声で。絶対寝てるよ、ここで。強くなりそうです、ね。そうそうそう。何でもいけますわ。なんとかなる。はい、なんとかなりますよ。その時は皆さん、すぐ報告しよう。はい、よろしくお願いします。これ、着とけばいいんじゃないの、お腹大きくなってもわかんない。ここら辺から、こうやって出し、あ、違う。赤ちゃん、カンガルー方式なわけですね。これでレッスンするんですか、はい、そしたらお腹大きくなってもわかんない。いいかもな。確かにそうですね。あったかいし。そう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 。さあ、そんな感じで。さあ、先生、ね、行きましょう。いか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 。うん。はい、はい、行きます。行きましょう。はい、せーの。